はい、藤尾です。もうこんばんはですね。多分あ、まだ4時です。4時なんですけども、朝動画作ってまだ流してないんですけども、ショート動画を少し1個流したかな、パン食べたやつっていうぐらいで、あと沖縄そばとか食べたり、沖縄そばをですね、シーチキンでお湯入れて、お醤油入れて、作って食べたんですよ。その後納豆入れて、あれも横のこの動画に作ってたんですよね。それは飛んでるんですよ、全部で。昨日からもう3つぐらい動画がなくなって、これもまたなくなったら同じことなんですけども、一つなくなってた動画で、何ですかね、ひらめいたことって思ったこと、これいいなと思って流そう思ってずっと頑張ってるんですけど、流れないんで、また作ってる次第なんですけども、ぜひ見てください。ショート動画とか一生懸命頑張って作ってますんで。まあショート動画はですね、販路を広げるっていうか、まあ見ていただく人たちを作るために一生懸命作ってるんですよね。15秒とか、まあ15秒とかで見ていただいて、この親父面白いなってくるような動画なんで、多分この横型の動画を見る人って大体落ち着いた方っていうか、長い動画を見る人って結構年配の方とか、まあ私のアナリストっていうか、あれを見る限りでは40代とか、男性も女性も一緒ぐらいで、子供たちはどちらかともショート動画見てるんで、ただいいのは、その子供たちがお父さんに言うんですよ。で、お父さんが見て、子供から紹介が、まあまあ、1、2個あったら、私はもう、これは正解かなと思って、お客さんが来て、子供が YouTube やってるんですね、子供が教えてもらいましたって、ショート動画で見て、弁当屋のおっちゃん、ショート動画で面白いことやってるよとか、なんか食べたりしてるよっていうのを見て、たまたまこう、私が上がっている長い動画を見たら、まあ結構子供の話とかしたり、いろんな話をしてるんで参考になるかなっていうことで見ていますっていうことだったんですよ。ですからショート動画っていうのも反応を広げる意味で、話題性が作りやすいんで、まあ結局再生数とか時間の問題とか金銭面的には無駄になることは多いと思うんですけども、ちょっと続けていきたいなって、せっかくやって母ちゃんと二人で、ショート動画で、最近、なんていうんですかね、一回YouTuber が来ていた YouTuber に期待してて、いろんなこう、仲良くなった YouTuber とかいて、もう皆さん来なくなったんですよ、食事やる。まあ私が教えて動画を立ち上げた人も何人もいたんですけど、その人たちですら来なくなったんですよね。で、見たら動画上げてなかったりもしてるんで、もう諦めたのかなって。諦めたくなる気持ちも私もわかるんですよ。一生懸命頑張ってても、見なかったりとか。まあ、これは思うんですけど、YouTube ってこう、お弁当屋さんもそうですけど、頑張ってそこの苦しい中から、はい、まあ、どんな仕事でもそう、這い上がった人間が生きていけるのかなって。まあ、年収400万とか500万とかね、月収ですね。最近私何回も言ってますけど、人たちでも、苦しい中から立ち、這い上がってきて今に至ってると思うんですよね。まあ、北海道で600万回した人たちも。ですから、未だに卵1個食べるのも、結構卵入れるのも嫌だとかいうぐらいケチってますけど、もう稼いでると思うんですけど、もう癖になってると思うんですよ。ただですね、うちの女房は卵バンバン食べますよ、入れて。ですから、何ですかね、お金の管理してないからですかね、苦しい思いはしてると思うんですよ、一緒に。まあここからの収入がそんなにないんで、食べるものはここで食べれるからいいと思うんですけど、家のことやったり、ガスとか電気とか出したりとか大変だと思うんですよ、彼女も。少ない中で。だからその辺で、まあ YouTube で稼げればと思ってやってるんですけど、あまり協力しない部分はなんでだろうなって思うんですよね。まあそれをいつも愚痴を言ってても始まらないんで、今日は、今ご提案は、ちょっとその中からひらめいたことあって、私のところにさっき変なおじさんっていう動画を流したんですけど、変なおじさんが来るんですよ、結構。ボケたおじさんとかいろいろですね。昨日そのボケたおじさんの話をしてるんですが、あれもなくなってるんですよ。ですから繋がらないと思うんですけど、またそのボケたおじさんの話したいと思いますけども、あとよく喋る弁当屋のおっちゃんとか、暇な人たちいるんですよね。散歩ばっかり
夫婦でずっと歩いてる、買い物に行くんですかね。動画によく映ってますでしょ。夫婦で朝1日に3回ぐらい買い物に行くとか、夫婦で歩いてる人とか、朝から棒持って犬散歩させてる夫婦とかですね。他でどういうことされてるのかなって、今あれ沖縄の番組なんですかね、今見てたらガレージセールが出てきて au っていうのがあるんですよ。あれでまあ80何歳ぐらいまでマラソンやってて、フルマラソン出てて完走してるって話をしてたんですけども、その人が言ってたのは、夢を持って希望を持って常に探求心っていうか、何かをやろうっていう気持ちがないと生きてる意味がないんだってその人は言ってたんですよ。ただこの散歩したり、こう体の健康のために歩いたり、何なのかなって思うような人歩いてるんですよ。ここか真っ赤な服つけて、あの人は何をしたいのかなっていうのがいっぱいあるんですよ。朝も早くから歩いて、まあ今はいいんですよ、コロナない頃咳込んでたりすると怖くて、中に入ったら僕が避けてるってみたいな感じで目で取られたりとか、朝から咳込んでて歩いてると怖いじゃないですか、あの頃は。だから下がったんですよ、私ドア閉めて見てたんですよ、統一があるの。そしたら避けられてるみたいに言ってたらしいんですよね。だからそういう人とか、まあ言えば家にいればいいのにって思ったりするじゃないですか。もううろうろしてるんですよ。で向こうの方に行けば山手に人いないんで、歩くだけならそこでもいいと思うんですよ。そこの上の方に行けば。危ないのかな？なぜこう、町の方に行くのかなっていうのが、何の用もないのに行くんですよ。川沿いにも遊歩道というか、片沿いも歩けるようになってるんですよ。ずっと遠くまでぐるっと。で、私が以前住んでたところ、橋渡って、そこは公園がぐるぐる回るところあるんですよ。そこで回っても、トイレもあるし、手洗うところもあるし、そういう施設とか上の方にも作ってたりするんですけど、この前を行ったり来たり、犬の散歩とかも、犬のおしっことかやっても、あれ水流さないといけないらしいですよね、本来なら。それも平気でやったり、大きい方も流さないとか取らない人もいっぱいいるんで、注意したらもう弁当買わなくなったりするんで、でまたそれが販路が広がってて、あの人に注意されたって、注意しますよね。やってたら俺をあの人は怒るみたいなことを3軒目ぐらいに言ってたんですけど、でそういうことからひらめいたことがあって、私はお金があったらなっていつも、この人たちが悪いとかで手助けできないのかなっていつも思うんですよ。この覗いてる人とか、覗いてるんですよ、ボケてるんですよね。前弁当会に来てて覗いてるんですよ。で私が話しかけた、もう思い切って逃げてくんですよね。何がしたいのかわからないんですよ。で、施設にいる人とか、いろんな、今思ったのはですね、結論で言ったらですね、前にも言ってるんですけど、動画の、ショート動画でですね、金にはならんと思うんですけど、楽しいと思うんですよ。いろんなものを映して、その人たちがあげるんじゃなくて、例えば老人ホームだったら老人ホーム。まあ、会社とかであるじゃないですか。言えばホームレスですよ。ホームレスが大富豪になるまでって。あれ会社がホームレスに YouTube を教えて、今何十万って言ってるじゃないですか。再生数、登録者数が。あれは早かったですよ。まだ1年経ってないと思いますけども、すぐ10万いってましたから、需要があるんですよ。例えばタクシーの運転手さんが YouTube やると、タクシーの運転手がどんなものを食べて、どんなことをして、どんなことを考えてるんだろうって、タクシーの運転手がこの5万というタクシー、何人いるかわからないんですけど、タクシーの運転手が見るんですよ。ですから需要があるんですよ。で、老人ホームだったら老人ホームで、今、どういう器具を使って、どういう人たちがどんなことを思って、今頑張ってリハビリしてるんだろうって、こんなことをしてますよって、見せたくないものは見せないでいいと思うんですけど、そういう動画を作って、この老人館で渡すような、それはホームがやるんですよ、流すのは。何を取って、変なところに出したりもするかもしれないんで、管理して、これはいいって思ったものを流すとかですね。それは営利っていう、お金を儲かるじゃなくて、この人たちを元気出すために、目標も出すために必要なんじゃないかな。で、そのツールとして、海外の人が見て、日本の医療体制はこうなのかなって。
そういういいことは隠さない。うちの女房はバレるバレるって言いますけど、バレるとか弁当屋でもそうですけど、いいものは見せて広がって、衛生とか衛生面であるとか、こういうとこを苦労してる、こういうこと、それはいいものは出すべきだと思うんですよ。でも一緒にいるともう気づきやめけたもの取られる取られる。 YouTube でもこういうことを言うなって言うんですよ。自分で例えばショート動画上げてこうやっておじいちゃんとか子供たちが見てるのこういうのもヒントになるか教えるなって言うんですよ。みんなわかりますよ。大体私がわかることはみんなわかると思ってるんですよ。ただその上を行くためにどういう勉強をしてよくいいなと思うことは出すべきではないかなと思うんですよ、私は。だから今自分が思ってこういうことをしたらいいんじゃないかな。お役所でもいいと思うんですよ。どうせ暇って言ったら失礼ですけど、この損のためとか死のために役立つんであれば、老人っていうかですね、うちの母親なんかもそうですけど、三栄さんとかによく行くんですよ。でコーヒー飲むんですよ、マクドナルドとかで集まるんですよ。楽しそうなんですよ、毎日化粧して行くんですよ。そこに自分で作った私が揚げたかき揚げの天ぷらとか持っていくんですよ。これは弁当屋の娘の旦那が作ったもんだって、あれ美味しいって評判だったよとか言うんですよ。でそれ持ってきてもコーヒー一杯飲めば、その場所っていうのは指定の場所があるらしいんですよね。でその同情もに行かないで元気で頑張ってる一人暮らしの家って、私たちがですから県外に行ってた十何年かの間もおばあちゃんはいろんなところ行ってて、まあホームセンターとか行ったらいろんな人が来てなんか雑談が多くなって、なんか品が悪いって、私がじゃない本人が言ってるんですけど、まあそういう人たちの中にもそういうグレードがあるんですよ。ですからサイエンさんのマクドナルドがああいうところがいいんだって言ってたんです、本人は。わかんないですよ、本人が、そのグループが言ってるって。だからそこ行ったら邪魔がいない。で、なぜかって言ったら、あそこはコーヒー飲まないと座れないらしいんですよ。なんか、ポテト食べなかったりすると。やっぱり雰囲気的に、見晴らしもいいし、綺麗なところだし。で、クーラーもガンガン切ってるし。ただ、ホームセンターとかにも集まるところっていうのは、そこもいいんですけど、また、それはいいんですけど、その現場のおっちゃんとかが行って気軽に行ける。服装とかも普通に、まあ悪く言うわけじゃなくて、いいところと悪いところがあるじゃないですか。だから高級レストランと食堂とか弁当屋とコンビニの弁当とかほかほか弁当とかあるわけで、分けてるわけで、そういう要所要所で分けてそういう人が集まるらしいんですけども、集まってじゃあ何をしてるのかなって思うんですね。毎日こうお菓子を食べてお話をして、小山子の話をしていろいろやってるみたいなんですけども、どうぞですか、金のある人とかこの死とか損とかいろいろできる人がですね、動画を今食べたものはこんなものを今日食べましたって、ウムニー食べました、沖縄だったらアガラサ食べました、取って顔は出さないで見てるんですよ。これが美味しかったです、何味です、何年昭和何年頃の何々のお母さんが作った八千の手で持ってきたこれが美味しかったですとか動画撮っていただいて、それがいいか悪いか、その、決める人がいて、ジャッジする人がいて、その人がいいと思ったらあげる。その人は、だからその YouTube っていうのは自分の責任。私がやってもいいんですけど、お弁当屋やっててやってるんで、いつかはやりたいなと思っててやってたんですけども、遅いんで、来るんですよ、いろんなお年寄りとか、かわいそうなの見てて、何かしてあげたいなと思って。だから、整骨院行って、なんていうんですか、体ほぐしたり、そういういろんなとこ行き場がないんで、行く場所がないんで、マクドナルド行ったり、またそういうところも縮めてるところもあるんですよ、お年寄りが来るからって。他の客が、やっぱりみんな商売なんで利益、じゃあ私のところでもやればいいじゃないかって言うんですけど、私もやっぱり、そういうとお客さん来なくなって、以前はやってたんですよ、お湯出したり、お茶出したりして。お菓子もあげたりして、そういう人たちが集まってきてどうするかって言ったら、弁当は向こうが安いからって買ってくるんですよ。向こうの弁当食べ出すんですよ。さすがに私も儲かってたらいいですけど、儲からないこのご時世でやっていくのはもう辛くなってきた。今もまたコロナになってここで移ったったら困るんで、今やめてるんですよ。座るのもやめてるんですよ。ですから今お店に行きますよって言われても、今はもう本当来てほしくないなっていうのが本音なんですよね。人がいるつかなくなるんですよ、座ってると。
弁当屋っていうのは食堂じゃないんで、ですからそういうのは今やめてるんですよね。まあ一回こうここで座って、中で座って喋ってたりするのを見ると、もうお客さん来なくなるんですよね、その 2,3 日は。怖がって、今までは、まあこういう状況になっても来なくなるんで、特にまた値上げしてるから安さの魅力っていうのが以前みたいにないんで、これ正直に言ってきますけども、儲かってはないですけど、ちょっと値上げした分で来なくなってるんですよ。その代わり我々も仕入れが上げてるんで、業者も助けないといけないんでやってるんで、どうぞ今日のこの、また長くなりましたね、提案はですね、 YouTube とか何かお年寄りとか、まあ、うつの人でもいいんですよ。うつっていうか、引きこもり、うつったら失礼ですよね。引きこもりの人でも技術があったりとか、いろいろあるんですよ。パソコンが上手か、本来なら。それを、無理やりじゃなくて、こういうの取ってやりましょうって言いながら行って、こういうのがありますよってお話しして、役所とか村とか、寝てる人いるんですよ、調べて。あの子いなくなってるけど、どうなんだよ。口伝いに聞けばいいじゃないですか。もう自分たちのその、何をやった、これをやったって、だからあいつは村長なんだっていうのもいいんですよ。偉くなっても、偉くなくっても。何かやってくださいってことですよ。ですから、家を回って、ここにはこういう人がいて、こういうの寝てるらしいよって。で、親御さんが苦労してるらしいよって聞いて、何かそういうのを、最初はこう、会えないと思うんですよね、そういう人たちって。紙を何回か渡して、こういうの簡単ですよ、こういう実績があるんですよ、こういう人がこんな動画を上げてますよって。ただ少し、例えば思ったこととか、今自分が飼っている猫とか、何かをテーマに、海見に行ったらこんな海を見たら元気が出たとか、私たちが見ても良くなくっても、そういう関連の人たちが見ていいんじゃないかな。タクシーの運転手さんがタクシーの運転手の動画を見るように広がるんじゃないかなと思ったことで提案です。ですから私は弁当屋さんが見て、沖縄旅行行きたい人が見て、夫婦のこの流れを見たい人が私を見て、いう動画を作ってるんですよね、今。ですからそういうジャンルに行きたいんですけど、またこういうお話をするとなんか話がずれてくることもあるんですけど、これはまあ今弁当屋さんに来るお客さんを、沖縄に来る旅行客を見てたりして、こういう話になったってことです。ですからいろんな県でいろんなことがあると思います。そういうですね、特に今はため目やにがよく出てきて、こう皆さんにご迷惑をかけるんですけども、そういうのも出ましたでもいいんですよ。出てこうしたら治りましたっていう動画を、変な話、なんかこうほくろをなんか押して撮ってる動画、よく最近上がってくるんですよ。ひげを抜いたり、あれが 何千万再生とか、まあわかんないですけど、再生数ものすごい上げるんですよね。親方って言ってる、何の親方かわかんないですけども、あんまり好きじゃないんで見ないんですけど、ただ動画再生数とか見たり、何の動画なのかなって見てるんですよね。多分親父で出るんですかね。私親父に出てるんで、多分親父で出てくるかもしれないです。だからいろんなそういうちょっとしたことを、これは動画を上げてお金を儲けようじゃなくって、その人たちに夢を持たせて希望、なぜこんな話をしたかって思い出しました。80歳のおばあちゃんが、ビル・ゲイツじゃない、今は何ですか、ビル・ゲイツじゃなくて、ビル・ゲイツはなくなる、マーク・ザッカーバーガー、ビル・ゲイツってに会って表彰されたじゃないですか。あの人も80歳かな、なんていうか、年高齢になって初めて、まだまだ諦めないって夢を追うって言ってたじゃないですか。ああいうのを見ていると、私もまあ結構2年前なんで、まあいい年で YouTube やってて恥をかいてるんですけども、まあそういう年を取ってでも子供に近づける部分もあったり、孫や子供のことが、もう見てるものとか、踊りとか、TikTok とか、見たりするんで、ああ、かわいいなとか。で、今の若い層たちのジャンルはどうなのかな、見るのも楽しんでやってるんで、そういうのを分かち合いたいなと思ってお話です。また長くなってるんで、また分けていきます。やべえな、これまた。さよなら。長くなりました。動画が作れないんです。ありがとうございます。